来年の抱負決まりました？はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、2023年最後の放送です。今週もよろしくお願いいたします。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所八雲庵、琉球食系、トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。2023年最後の放送ですが、2024年の話をしたいと思います。先日ですね、 FM 大和さんの忘年会、4年ぶりに開催されて参加してまいりまして、そこでですね、 FM 大和でこの番組を担当してくださっている本家さん、今城さん、そして社長とスタッフさんと、この番組どうよっていう話を聞いてきたんですよ。まあ、具体的に言うと、もっとリクエストないって聞いてきたら、皆さんからですね、この番組もっと突っ込んでいいんじゃねっていうありがたいご意見を頂戴しまして、ちょっとね、そこ私も実は遠慮してたところがあったんですよ。一応ね、こうラジオでね、公共の電波で性のことを話す、セクシュアリティのことを話す時にね、エンターテインメント性が高いエロに偏りすぎるのもどうなんだろうって思ってこの番組をずっとやってきたんですけど、どうやら解禁していいらしいということになりましたので、はい、2024年小室ゆりの夜サプリ、もっと突っ込んで、もっとエンターテイメント性の高い自分で言ってて笑っちゃいますけどね、はい、つまりエロい番組にしていこうと思ってますいや、エロだけじゃないですよ。あの、素晴らしい先生方にも支えられている番組なんでね、はい、エロさも追求するような、もう他の局さん、もういろんなラジオ番組ありますが、ここまでエロと知識と教養が融合している番組他にないだろうっていう、もうオリジナリティあふれる番組を自分でなんでこのニュー出て笑ってるんでしょうね、私ね、はい、目指していこうと思いますので、2023年もありがとうございました。2024年もしっかりとついてきてください、よろしくお願いします。はい、それでは2023年最後にお渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。今週は2023年を総括していきたいと思います。2023年総括ということで、毎月4週目妊活一言サプリご担当いただいている小宝鍼灸師市毛真也先生からも、妊活業界2023年の振り返りをお話ししてくださいます。 DMM オンラインサロンなどなど、サブスプリクションが大人気です。占い癒し所八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週は2023年最後の断捨離、こちらをテーマにお届けいたします。私ちょっと悪い女テイストで読ませていただきました。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談、2024年も送ってくださいね。メールアドレスは
info@friendvillage-sui.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -sui.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントいたします。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ、私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。気になるサプリ、今週は2023年の性、私が見てきた、小室由里が見てきた性の世界での振り返りをしたいなと思っております。特にね、カウンセリングをやっていて感じたことなんですけれども、特に今年は男性からのご相談っていうのが非常に増えたなと。もともと小室由里のカウンセリングの特徴として、女性よりも男性のご相談者様が多いっていうのはあるんですけれども、輪をかけて多くなったな。男女比の割合というよりも単純に件数が多くなったなっていうのは正直に感じるところですね。これまでなかなか人に話せなかった性の悩み、恋愛の悩みも含みますけれども、話していいんだって自分に許しを与えられる、そんな社会情勢だったのかなって思いますね。ご相談いただく方の多くはなかなかこういうことが話せなくってっていうことをおっしゃるんですよね。今までずっとこう一人で抱え込んできた、悶々としてきた性の悩み、恋愛の悩みというのを話すことで解決には至らないまでも気持ちが楽になった、話したことで一歩自分が前に進めた、そんな気分になりましたとおっしゃる方が非常に多かったのが印象的でしたね。これはすごくいいことだなと私自身は思ってます。男性たるもの、人に弱いところを見せるなみたいなのってあったじゃないですか。でもそれが男性の生きづらさを反面作っていることにもつながっているので、この男性らしさ、勝手に社会が決めた男性らしさから逃れることが実はこの令和世代を生き抜くためには必要なスキルだと私は思うんですよね。なのでどんどんお話ししてもらいたいなと思うんですよ。この番組のすごいところっていうのは、そのジャンルのスペシャリストがそれぞれにコーナーを持ってくださっているっていうことだと思うんですね。1週目は USB プロファイリングをされている押谷先生、2週目は現役探偵の若梅秀隆さん、3週目はセラピストの柚月さんで、4週目は妊活の市毛真也先生。すごくないですか。皆さん一様に気軽にご連絡くださいねって言ってる、そういう先生方を頼るっていうのはぜひやってほしいなって思うし、それを総括して小室由里のカウンセリングを受けるっていうのもいいと思うし、こう話すことで次自分がどうすればいいんだろうっていうのが自分自身で導くことができるんですよね。これが性の世界、特に男性がやれるようになったっていうのは2023年大きな変化だったかな。あともう一つは、7月に施行された不同意性交等罪、これは大きいですよね。
まあ、私は弁護士ではないので細かいことはお話は控えようと思うんですけれども、この不同意性交等罪、簡単に言うとこういうことだなと。嫌よ嫌よはマジで嫌。はい、リピートアフターミー。嫌よ嫌よはマジで嫌。これだけ覚えておいていただきたいなと思います。今までって嫌よ嫌よも好きのうち、もうこれね古い話だと思うんですけど言ってたじゃないですか。もうこれは本当に古いです。今すぐ書き換えてください。これからは嫌よ嫌よはマジで嫌。これを見方を変えると、明確なイエス、いいよとはっきりと明言ないし態度で示されていなかったら、それはノーなんです。これは性被害、そしてハラスメント対策にもつながっていく考え方なので、ぜひ来年から使っていただきたい。嫌よ嫌よはマジで嫌。相手に触りたい、相手とキスしたい、手をつなぎたいと思ったら、お相手から明確にいいよという合意を取ってもらいたいなと思います。2024年、この傾向ますます加速していくと思われますので、この番組聞いてくださっているそこのあなたは、一歩先行く情報として受け取っていただきたいなと思います。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷幸三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月4週目は妊活一言サプリ。ご担当いただくのは小宝鍼灸師市毛真也先生です。今月は2023年妊活業界を総括していただきました。それでは市毛先生、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。妊活一言サプリで、一つ目は、やはりコロナウイルスですね。コロナウイルスが与える、影響がどれぐらいあるのかということで、7月に、報告があったんですけども、学会誌でですね。で、コロナウイルスに感染した精子は一時的ですけども、精子の質に影響を及ぼすということが分かりました。ただこれ一時的であって、感染後はほとんどの精子は回復するということが分かりました。これ卵子についても同じ、ほぼ同じであって、感染した時期というのは一時的に卵子の質という、
果も、見られるんですが、まあ、それはほんのまあ一時的だということが、分かっていますね。はい、まあ、こういったことから、まあ後遺症を心配するというよりも、まあ普段の生活でですね、よくまあ睡眠をとって、よく体を動かして、いわゆるバイ菌に打ち勝つ体作りっていうのがまあ大事だということですね。はい、で2つ目はですね、これは衝撃的でしたね。私はユニチャーム、まあ、皆様ご存知だと思うんですけども、ユニチャームというところ、会社からまあ発売された、妊活タイミングをチェックできる、まあ、織物シートですね、まあ、これですよ。名前がですね、そう、ソフィーですという名前で、まあ、販売されていると思いますけども、これは私はすごいものができたなっていう、ちょっとね、なんだろう、ワクワクしてしまいましたね。排卵期にですね、まあ、LH サージといって、まあ、排卵の直前に、まあ、数十時間前に、黄体形成ホルモンっていうのが大量に放出されるんですよね。でその時期の、まあ、織物にもLH が混ざっているんだということで、それに反応するという織物シートを、まあ、開発して販売されたという、すごい画期的な商品。本当にこういった妊活タイミングがチェックできる、普段の生活でできる織物シートとかいうのっていうのは、まあ、すごいどんどんこう増えていってほしいなっていうふうに感じますね。日常生活の中で妊活に取り組めるものというのが、私は最大のこう、いいものというかですね、これから必要なものなんだろうなって、日本にとってですね、っていうふうに感じている日々でございます。はい、で3つ目はですね、最後にこれに、ね、妊活に鍼灸の施術がランクインしたということですね。今回ある有名な、まあ、皆さんもご存知の丸々ペッパービューティーというところからのですね、膨大な情報をいただく機会がありまして、20代から40代で鍼灸、まあ、針灸の施術をしているという方がトップ10にこう全ての世代で入ったんですよ。これ少し、本当少し前まではですね、20代なんかもうランクインなんか全くされなかったので、2023年になって幅広い世代で鍼灸、まあ、針灸がトップ10に入ったっていうのはもう驚きであって、あとはやっと分かってくれたかという思いも強い、2023年でした。で、ちなみに私の場合はですね、まあ、去年にも引き続きなんですけども、今年はさらにご自宅への訪問施術をしてほしいという依頼が増えた年でもありました。ということで、私が感じた、まあ、2023年の妊活事情ということでの、まあ、発見だったかなと思います。さて本年はここまでとなりますが、来年も何卒、引き続きよろしくお願いいたします。まあ、いつもの通り、こうもっと聞きたい、もっと知りたいということがありましたら、いつでもご質問やお気軽にご連絡ください。はい、私訪問しますよ。では、皆さんにとってもめちゃくちゃいい年に、来年ですね、めちゃくちゃいい年になりますように心からお祈りしております。それではバイバイ。あれすごいですね、排卵が分かるようになる織物シート、あれは妊活をされる方は本当に嬉しいことだと思いますよ。このコーナーやっていてすごいなって思うのは、こういったプロじゃないと分かり得ない情報を気軽にキャッチできるっていうことだと思うんですね。このお話、女性だけでなく男性も聞いておくと、女性に本当に優しい男性になれるなといつもお話を聞いてて思っております。市毛先生、2023年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします。 99% の人が楽になったと実感、
ここにしかない極上の癒しをあなたへ。小宝鍼灸師市毛真也先生が運営するトータルボディケアココアへのお問い合わせは、インターネット検索ココア鍼灸 KOKOA 鍼灸でお願いいたします。踊れ踊れ私の占いサブリ、 DMM オンラインサロンなどサブスプリクションが好評です。占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、年内最後の占いも十二星座で占っていきます。年末の断捨離はこれを切りなさい。それではセクシーに捨てちゃうぞ。おひつじ座、彼氏にセーターを編もうと思って買った毛糸、出番がないからお友達にあげちゃったわ。おうし座、クリスマスデートで来たサンタさんのコスプレ、来年はもっと過激にしちゃうから誰かにあげちゃっていいでしょ。双子座、クラウドにある秘密の写真、流出したら怖いから削除しておかなくっちゃ。ガニ座、あなたのお母様のレシピもう完璧にマスターしちゃったから私には必要ないわ。獅子座、大学時代にサークルでできた彼氏、浮気癖が治らないんだからさよならしちゃおうかな。乙女座、私のお家に置きっぱなしのあなたのお洋服、そろそろ持って帰ってくれないと捨てちゃうんだからね。天秤座、あなたが隠している私のセミヌード写真、友達に見られる前に捨てておいたからね。サソリ座、断捨離？そんな言葉私の辞書にはないのよ。あなたへの執着心も捨てないのよ。いて座、元彼の思い出の品は全部ゴミに出しちゃったわ。あなたも元カノのプレゼントは捨てておいてくれる？ヤギ座、引き出しの中のセクシーランジェリー、サイズが合わなくなっちゃったから新しいのを買ってくれるわよね。水亀座、初デートで買ってくれたおもちゃの指輪、エンゲージリングのつもりなら捨てるわよ。魚座、あなたのお部屋にあった恋愛ノウハウ本、時代遅れだから処分することをおすすめするわ。占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロットヤクモ漢数字の8に空の雲と検索をしてみてくださいね。今回の占い執筆ご担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんでした。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、本年もご視聴ありがとうございました。来年1週目はこの先生から始めていきましょう。あなたの強み発見サプリ、ご担当いただくのは USP プロファイラー押谷幸三先生です。さあ
2024年どんなプロファイリングをしてくださるのか楽しみにしておきたいと思います。そしてこのチャンネルはもう登録してくれているよね。 YouTube コムユリチャンネル、私小室ゆりの日常や今まで見せてこなかったちょっとした裏話を Vlog 形式でお届けしております。検索は YouTube 内ひらがなでコムユリ、ひらがなでコムユリでお願いいたします。さて年末年始、楽しいことの裏側にはちょっと辛いこと悲しいことがあったりするものです。誰かと話したいな、そんな時は24時間プロのカウンセラーに電話相談ができます。エキサイトお悩み相談へどうぞ。私小室ゆりもカウンセラーとして年末年始待機しております。インターネット検索はエキサイトお悩み相談、エキサイトお悩み相談でお願いいたします。ここまでのお相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しておりますあなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西高寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ八雲庵、琉球食系トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで嫌なバラバーな演芸集団 FEC オフィス所属の笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンの水曜日の担当は比嘉亮斗さんと付着かえりさんのコンビデコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。ビジョンを持つことだ、理想を描くことだ、あなたの心をこよなく鼓舞するもの、あなたの心に美しく響くもの、あなたが純粋な心で愛することをできるものをしっかりと胸に抱くことだ。イギリスの哲学者ジェームズ・アレンの名言です。大切なものを心にしっかりと抱くこと、それだけで人って安心できるんですよね。その安心感が誰かを安心できる材料になるはずです。来年もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。がむしゃらに走り続けてた、気がつけば引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた、この思い届けたくて欲しいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなた